こちらがモーニング味噌汁です。大きな拍手をお願いいたします。さあもうとってもね可愛らしいパッケージ、インパクトもありますよね。今回はマルコメさんとコラボレーションさせていただくということで、モーニング娘。は結成20周年を迎えるのですが、20年目の活動として第1弾目がこのマルコメさんとのコラボレーションで、とても嬉しく思っています。私はえのき担当なんですけれども、そのえのきって白くて細いじゃないですか、なのでそれが私に当てはめられたと思うとすごい嬉しいですし、そのメンバー唯一のキノコ類ということで、キノコ好きの私にとってはすごい光栄です。お、私の自慢になるんですけど、よくお母さんにあの味付けを頼まれるんですね。へー、味付けをするんですけど、家族の中では私が味付けしたお味噌汁が一番美味しいっていう風に言われるんですよ。はい、何が違うんですかね。そうですね、まあ才能ですかね。才能ですか。味噌汁で才能って必要ですか。いやでも、味噌汁って才能必要だと思います。その味噌をどれだけ入れるかの濃い薄いとか大事だと思うし、かかちゃん今17です。17歳だよね、はい、17歳でそんな美味しい味噌汁作れて、22歳で料理が全くできないっていうメンバーもいるんですよ。そうなんですよ、私料理が本当に壊滅的で、うちのお母さんにお味噌汁だけは美味しいのを作れるようになりなさいっていうことを小さい頃から言われているんですけども、いまだに美味しいお味噌汁成功したことないですね。まさかのモーニング娘。とコラボするよって聞いた時は本当にびっくりして、なんかまたドッキリなんじゃないかなと思って、よくドッキリを仕掛けられるので、これドッキリだったら本当に笑えないですからねとか言ってこう話してたんですけど、ドッキリではなく本当でよかったです。マルコメということで、マルコメ君と先ほど会いましたけども、誰か一人代表して坊主になるとかは私私やりますよとは自ら言いましたけど、さすがにアイドルだからやめようって言われました。はい、ちょっと見たかったなっていうのは。そうですね、話題性はあったかもしれないです。今日朝来た時に横山玲奈ちゃんが、えのきみたいな服着てたんですよ。なんか超えのきみたいな。そうですね、真っ白な服を着てて、だから朝から気合い入れてるなと思って、えのきなので、そう、はい、具材になりきってるなと。プライベートからえのきになっちゃってそうですね、もうえのきを意識して頑張ってます。歌うことになった気分というのはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり先輩たちの曲を歌わせてもらえるっていうことがすごく嬉しいんですけど、そのことをこう先輩方にメールさせていただいたんですよ。そしたら中澤裕子さんに、こう20周年を迎えるタイミングでこのモーニング娘。に入れるっていうことを誇りに思って活動してくださいっていうふうに言っていただけて、改めてすごい時期にこうモーニング娘。に入れてるんだなって思って、噛み締めて活動していきたいなって思いました。今野さんとはこう一緒にお仕事させていただく機会がそんなになくて、こう最後にお仕事したのが一昨年くらいだったんですけど、今年はこう結成20周年なので、たくさんの先輩方と一緒にコラボしていきたいなって思いますね。それで今野さんとぜひコラボしたら、おめでとうございますって直接言いたいです。